AOA 自民がグループを脱退し、すべての芸能活動を中断することが決定したと FNC エンターテイメントが4日、伝えた。FNC 側はこの日、まず、現在所属歌手自民に関して起こっていることにより、多くの方々にご心配をおかけし、申し訳ないということを申し上げると始まる公式立場を発表した。続けて、自民はこの時間をもって、AOA を脱退し、 すべての芸能活動を中断することが決定したと明かし、当社も、このすべての状況に責任を痛感しており、アーティスト管理には万全を期したい。改めて、良くないことで心配をおかけした点を謝罪すると頭を下げた。これに先立ち、AOA 出身の京民は自民に約10年間いじめられたとし自身の SNS で数回にわたって暴露。その後、4日、 自民は謝罪文を掲載した。自民は謝罪文で悪かったし、申し訳ない。すべて私がチームを引っ張っていくのに力不足だったからだ。間違っていた。後悔と罪悪感を感じている。一緒に過ごした間、皆をきちんと理解できていなかったし、細やかに察することができなかったと思った。泣いて謝り、また泣いて、それでも、 これまで皆が積み重ねてきた私への感情は簡単に解消できるものではないと思う。本当に申し訳ないと伝えた。しかし、この投稿に今日ナは謝っただなんて。行く前に言うことは言ってくるとし、昨日は私が正しい道に進むため、そうしたと言わなかった。そんな人が宿舎に男を連れてくるか。と暴露を加えた。そして、その後、 この書き込みは削除した。以下、FNC エンターテインメント側の公式立場。FNC エンターテインメントです。まず、現在所属歌手自民に関して起こっていることにより、多くの方々にご心配をおかけし、申し訳ないということを申し上げます。自民はこの時間をもって、AOA を脱退し、すべての芸能活動を中断することが決定しました。当社も、 この全ての状況に責任を痛感しており、アーティスト管理には万全を期して参ります。改めて、良くないことで心配をおかけした点を謝罪いたします。